れ様です。なっちゃんです。なっちゃん、はい、この前の3兄弟の質問コーナー覚えてますか？はい。今日はこの前の続きで、ラグドに関する質問をピックアップしてきたので、なっちゃんに答えてもらいたいと思います。はい。準備はいいですか？よろしくお願いします。お願いします。まず1つ目ですね。はい。ラグドの名前の由来って何ですか？楽という漢字から移動が楽という意味と、あとの楽しいという意味を込めてラクロと名付けました。色は何色ありますか？今はシルバーなんですけど、今後様々なバリエーションを増やしていく予定です。またメガネをつけたラクロも登場しているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。でこのラクロ色ってどんなものが？秘密です。あ、秘密ですか？はい。ラクロはどこを走るんですか？道路交通法上は電動車椅子に位置づけられているので、一般公道を走行することができます。ラクロが移動しているときはシートベルトはつけるんですか？シートベルトは基本的になくて大丈夫なんですけど、もし心配な方がいればつけることはできます。ラクロは何人乗りですか？ラクロは基本的に1人乗りです。それこれ荷物とかってどうなるんですか？荷物は足元に置くことができます。スペースがあるんですね。うん、あります。建物の中でも使えるんですか？はい、建物の中でも事前にマップを取得することで屋外と同様にラクロをお使いいただけます。これ前回3兄弟共通の質問でもあったんですけど、マップを取るときはロゴマップを使って建物の中を取るんですか？うん、そうです。実際にラクロを体験できる場所ってありますか？はい、ございます。以前動画でもご紹介したように、東京都中央区佃月島エリアでラクロシェアリングというサービスを行っているので、そちらでご体験いただくことが可能です。詳細情報はこちらホームページをご覧ください。ありがとうございます。ラクロの質問は以上です。はい、ありがとうございました。今日はラクロについていくつか質問に答えていきました。もし興味持っていただけたら、下記のラブライフ事業部までご連絡いただければなと思います。では以上、終わり。